突然ですがここでシンフォニアの宣伝でございます。テイルズ・オブ・シンフォニアの20周年とテイルズ・オブ・シンフォニアリマスターの発売を記念してですね、なんとことぶき屋さんがテイルズ・オブ・シンフォニアことぶき屋くじという商品を発売してくれることになりました。ことぶき屋の秋葉原館の4階ではですね、なんと今テイルズ・オブ・シンフォニアのプレミアムイベントも開催しております。開催期間はですね、2023年の2月の3日金曜日から2月の12日日曜日までとなっておりますので、皆様ぜひことぶき屋秋葉原館の4階に足を運びください。こちらのことぶき屋くじなんですけれども、1回800円でご購入いただくことができます。では早速ですが商品の紹介をさせていただければと思います。 E 賞から S 賞まであるんですけれども、まずは E 賞からのご紹介です。こちら私が今胸元につけている缶バッジです。代表してロイドとコレットつけているんですけれども、こちらは全18種類になっておりまして、絵柄が選べませんのでランダムでございます。何が当たるかお楽しみにしてください。続きましては D 賞のご紹介です。ミニアクリルスタンド、こちらちょっと机の上に置いてあるものですね。こちらが全9種類、パーティーメンバー9人の絵柄になっております。藤島先生に描いていただいた SD イラストですね。では続いては C 賞のご紹介でございます。デコキラクリアカードセットというものになっておりまして、全3種類ございます。セットをご紹介なんですが、一緒に勉強していた3人のセットになっております。こちらの3人の他にですね、クラトスと、プレセア、そしてリーガルがセットになった、1パターンと、リフィルと、ゼロス、そして、シーナと、あと、シーナの方にコリンですね、がセットになった、そちらのパターンもありますので手に取っていただければと思います。ステンドグラスのようなですね、ちょっとこう透け感のある素材になってますので、光源だったりとか、窓の近くに置いていただくとめちゃめちゃこう綺麗で素敵な仕上がりになっておりますので、こちらぜひゲットしていただければと思います。続いてはですね、B 賞のご紹介でございます。アクリルスタンドになっております。こちらも書き下ろしですね、全9種類になっております。全キャラクター書き下ろしになってますので、ことぶき屋さんのホームページではまたいろいろ絵柄も公開になっているので、こちらでもご確認ください。では待望の A 賞でございますが、私が先ほどからちょこんと抱えているグラノールの雪うさぎですね、こちらが A 賞になっております。シンフォニアをクリアされたないし知っている方にはたまらないあの雪うさぎですね、ぬいぐるみとして登場という形になっております。もちもちぷにぷにした柔らかい素材で、触り心地もね抜群な商品になってます。最後 S 賞のご紹介です。ビッグアクリルボードですね、書き下ろしイラストを使用したものになっております。絵柄が全4種類になっておりますので、ロイド、コレット、そしてクラトス、そしてゼロス、そして今ご紹介させていただいているキービジュアル、 S 賞非常に魅力的な商品になっておりますので、ぜひこのビッグサイズでお楽しみいただけるものになっております。10連回していただくとですね、こちらのカットインクリアカードというものがランダムでどれかが手に入る形になってますので、こちらもぜひ手に取っていただければと思います。イベント期間は改めてですが、2023年の2月の3日から2月の12日までとなっております。詳細は概要欄にも貼らせていただきますが、ことぶき屋さんのホームページの方をご確認いただければと思います。以上、テイルズ・オブ・シンフォニアことぶき屋くじのご紹介でございました。それでは皆様、良いシンフォニアライフをお楽しみください。またねー。